やもうそれ以上のボケが一人いまして。あ、もしかして、はい、あいつのことですか。そうです、細谷くんです。細谷くんがもうすごくて、あいつ天然じゃないですか。すごかったですね。いやもうね、もう炸裂してましたね。炸裂でしたよ。まさに神がかって、神がかってましたよ。リハから始まってました。もう本当にリハからやらかしてますからあいつは、うんうんうん、あの一番最後に一応サプライズっていうことで、うん、あのサインボールをね皆さんにこうプレゼントってことで客席に向かって投げて、それをプレゼントにしましょうみたいな企画があったんです。だからそのサプライズってことで最後まで取っとくと、うんうんうん、でそれの、まあ、リハーサルをやった時に細谷くんが結構、まあ、やらかしまして、うん、そのまあサインボールを、客席に投げるそのまあなんだろう、リハーサルやったんだけど、うん、3球中2球をなくすっていうトラブルに見舞われまして絶対人が取れないところに投げ込んじゃうっていう。で1球はもうその読みホールを解体する時にしか取れないんだサインボールをね読みホールに寄贈して頼まれてもらえない。そんなことってないでしょ恐ろしい、まあ、ミステイクがあったわけですよ。いや、すごかったですね。で、まあ、今回いろいろなんかトラブルありましてみたいなことをステージ上で喋り始めて、まあ、細谷くんもね、あの、リハーサルでトラブルやらかしてますからさ、ああ、そうなんですよ、俺ちょっとやっちゃいまして、うん、そうそう。どうしたの、うん、サインボールをっていうふうに言い始めて、サインボールお前のサインボールつったっつって。ヒルノブのしょっぱなで言った、それオープニングトークであいつサインボールを投げるっていうくだりをいきなり言い始めて、うん、最高でしたね。もう本番も面白いからつってあいつにラケット持たせたんですけど、やっぱりこうテニスラケットで打ってもらったんだけど、そうですね。そうそう。でそのテニスラケットで打てば2階席まで届くかもしれないからっていうことで、テニスラケットが人数分用意されてて、3球打って会場にボールが飛んでったんですけども、あの一応来ますけれども、細谷くんのサインボール取った方いらっしゃいますかって手挙げてもらったんですけど、2人しか挙げない。どっか1個行っちゃった。また1個なくす。どこへ行ったんだよ。何なんだよ。ほんとすごかったですよね。いや、神々の遊びのイベント、ほんと面白かったですけど、はい、まあ、その、うん、一旦というか、ちょっとした、こんなイベントになったんじゃないかみたいな一旦は、DVD の方の映像特典で、さっきも言いましたけれども、はい、教えてトド様の方で片鱗は見られると思うので。片鱗は見られます、はい。そちらの方でご確認いただければと思います。はい、来てくださった方、本当ありがとうございました。ありがとうございました。